カルカフェへようこそ。このチャンネルではミュージカルの作品を紹介したり、ミュージカルに必要なトレーニング方法を発信しています。発信してお届けしておりますの、はい、私はニューヨーク公演を大成功させたミュージカルカンパニーオズメイトの演出家でもあり代表でもある辻井直子と、はい、役者の松本博です。どうぞチャンネル登録お願いします。はい、はい、今日はですね、はい、よく皆さんからご質問をいただく、はい、大人になってからミュージカルって始めてもいいの、ダンスって今からやっても遅くないのっていうご質問にお答えしたいと思いまーす。はい、はい、どうですか。ズバリそんな、はい、やりたい時がやる時でしょう。ね、今でしょう。そんな、そう、やりたい時がやる時でしょう。はあ、ですね、ミュージカルは、うん、はい、こうまあ、世の中の人的にこうミュージカルはこうちょっと綺麗な感じ、うん、なんか綺麗で、なんかちょっとダンスもこうちょっと、ね、スタイルが良くてみたいな、背が高くてみたいな、なんかイメージがあると思うんですけど、うん、ね、私たちニューヨークで公演とか してますけど、うん、なんかやっぱりね、向こうとかはもうそうなん、うんうん、もちろんこういろんな人種の人もいるし、うん、みんながこう認め合っている社会の中で、うんうん、やっぱりこう自分の個性ですよね、はい、その容姿的なものも、うんうん、全て自分の個性を自分が良しとして生きることが良いと、うんうん、やっぱり それを逆にないと生きていかれへん社会じゃないですか、世界はね、ね、日本はなんか逆にこう人の後ろにこうね、どんどん引っ、ね、なんかみんなと同じ意見がいいみたいな、ね、そうそう、みんな同じにならなあかんみたいなね、うん、ってなっちゃうんですけど、うん、やっぱりそうじゃないものもミュージカルなんですよ。だから、うん、なんか皆さんが、日本の人たちが思ってるミュージカルはちょっと綺麗でこんな感じみたいな、あるイメージあると思うんですけど、でも本当のミュージカルはもっと違う。もちろんそれは綺麗なやつもありますよ。でも綺麗なやつの中にもやっぱりちゃんとしっかりテーマがあって、うん、人間が生きていくために絶対必要な芸術なわけなんですよね、うん、だからそれをこう私がやりたいなと思った時は、うん、やっぱりやりたいと思った時はやるべきなんじゃないかなと思うんです。ただ綺麗に踊りたいなとか、うん、なんかこう上手って言われたいなみたいな、うん、なんかそういう感じではなくて、やっぱり自分がものを真理を追求する気持ちっていうのは、うん、逆にちょっと年齢がこうね、うん、重ねる方がより深くいろんな物事を考えるじゃないですか、うん、生きていくことの大変さを、やっぱお芝居とかって ね、こう年を重ねれば重ねるほどこう厚みを増すっていうか、うん、だからやっぱりそういう感覚で、うん、もちろん歌とか踊りもありますけど、はい、それは別に歌って踊るこうショーをやるわけじゃないので、うん、なんかその感情の中から湧き出る、うん、歌とダンスなわけなので、うん、なんかそこら辺はこうね、こうイメージをちょっとうちでもしね、レッスンやられる方はちょっと変えてもらって、うん、捉えてもらったらいいんじゃないかなと思います、うん、まあ、特にね、オズメイトも劇団募集しているんですよね、はい、今研究してますぜひ一緒にやりましょう、はい、ね、なんか、はい、今からそんな無理なんちゃうと思わずに、そうそうそう、うん、劇団も結構ね、そうなんですよ。もう結構もう、ね、社会人になって、で、ね、逆に落ち着いて社会人になって、うん、ちょっとまあ生活も普通自分でできるようになって、そうそうそう、うん、ほんでやっぱり私はこれがやりたかったけど全然やる、ね、うん、きっかけがなかったって、今までやっぱりこう、うん、ね、大変な人生を歩んでて、うん、でも、ね、ちゃんと仕事を持ってできるようになった時に逆に、はい、うん、自立したね。そうそう、自立してやっぱりやりたいと思って来る人が結構いますよね、うん、まあ、やっぱりもちろん大学生からやる人もいるし、うん、でも社会人からやる人もすごく多くて、うん、だから皆さんも今のオズメイトはまあまあ、それは社会人になってからやりだすと、それは子供の時からダンスやってる人とかとはやっぱり筋力が違ってくるので、やっぱりそんだけね、自分が必死でやらないといけないっていうのはありますよ、やっぱり。で、そんだけなんかやろうって、ただやっぱり若い子にはない、若い子は若い子なりの感性があって、で、年を重ねるたびにどんどんもっと深いものが自分の中にあるから、それが絶対自分の武器となってくるので、うん、なんかいつでも始めてもらえたらいいなと思いますし、うん、オズメイトも、うん、35歳まで
35歳まで、35歳以上ね、18歳以上なんですけど、35歳までになったんですね、なりました、この度ですので、年齢が上がっていきますね、やっぱりでも ね、世の中的にそうじゃないですかね、うん、なんかもうね、年齢を重ねていくことの良さで、うん、やっていきたいなって思っているので、うん、で、またうちの劇団員は大体うちがやってるミュージカル基礎コースっていうのを、うん、毎回 何度かやってるんですよね、はい、大体そこからね、そうそう、そこにまず、まさか最初から劇団員なんてフリーってなって、うん、でもなんか3回基礎コースやったら、うん、3回基礎コースとか5回基礎コースとかいろいろあったんですけど、うん、それやったらちょっと1回体験に行ってみようと思って、うん、で行ったらなんかオズメイトが横にいてて練習してるのも逆に見たりとか、うんうん、なんかまあ、オズはダンスのレッスンしてるんで、はい、ダンスレッスンしてる見たり、まあ、それでこうちょっとね、あこんな感じかみたいな、うん、で自分もちょっと本当の基礎をやってみて、うん、であミュージカルってこういう風にやるんやみたいなのをちょっと勉強してもらって、うん、ほんでその後、劇団の研究生になったっていう人が多いですね、多いですね、大体そうちゃいますかね、大体そうですね、うん、もう歴代そうですね、はい、でも今劇団主軸を取ってる人たちもそうなんですよ、はい、そこから始まっているので、はい、でそれを実はやることになった、ね、ニューヨークまで行きましたからね、基礎コースから始まってみたね、そうそう、そうですそうです社会人になっ て、はい、なっ て、そう3回かな、うん、5回コースかやってで、その後劇団研究生になって、うん、公演をバンバンやってトレーニングを積ん で、ニューヨークで評価をもらったっていうね、はい、とこまで行ったの で、ぜひ一緒に大きなね、夢は大きく夢を持って、はいはい、まあ、もちろんまたね、向こうに公演しに来たりとかしたいので、はいはい、ただうちは、まあ、結構修羅場なんで修羅場ですけど、まあね、くじけんの心を持って頑張って、はいね、メンタルを鍛えられますね、メンタル、メンタルですね今回やることなんて、うん、もうね、去年からここのシアターを作る、ね、うん、オーズカフェとオーズシアターを作るのに、うん、もうえらい大変やったんで、うん、ちょっとだいぶやめてたんですけど、うん、もうちょっとそろそろやらなあかんっていうね、うん、メンバーも欲しい、集めたいしってなって、今回ミュージカル基礎3回コースっていうのを久しぶりにやることになりました、はい、いつやるんですかちょっと待って、ここに書きまーす3回、はい、10月の末まで、はい、の午前中11時から12時半までなんで、はい、まあ、ちょっと遠くからでも11時やったら来れるやんみたいな、うんうん、3回やからね、しかもね、そうそう、3回で、内容はどんなことをするかって言ったら、うん、まあ、ミュージカルの定義ですよね、うん、まずミュージカルってどういうものですかっていうことの定義をちょっと勉強、歴史も、ね、うん、入れてちょっとだけお話があって、でその後ミュージカルの基礎を練習していきます、うん、特にまあまあ発声がすごい重要なので、発声とそれと発声をする時にも、うん、ダンスを踊る時にも、うん、もちろん歌って踊る時にも必要なその体の筋力、うん、体の状態と、うん、こう発声とをこう、ね、ちゃんとその なんかこうね、私も最初始めた時ってミュージカルやりだした時ってこうダンスのレッスン、歌のレッスン、なんか芝居は芝居みたいな、うんうん、じゃあそれミュージカルとしてこう一個ずつやってどうつながるのみたいに結構若い時思ってましたけど、いや、うちはそれは全部融合しているものなんで、まあ、もちろん発声の基礎とかやりますけど、それは全部こうつながっての稽古をして、でこうミュージカルの1シーンを演じてもらいます。でちょっとまあコロナなんであんまり掛け合いの芝居というよりは一人での感じをしようかなと思ってるんですけど、それは応募、今もすでにね、何名かお申し込みいただいてありがとうございます、うん、ありがとうございます。でそのお申し込みいただいてる方たちの年齢とか、うん、そのなんか感じ、うん、見ながら、そう、女性ばっかりなんですね、女性ばっかり、女性ばっかりなんで、はい、楽しく女性たちだけで、はい、だから、どういうシーンをやるかっていうのはちょっとまだ未定なんですけど、ワク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 、はい、それをやって、はい、でここオーズシアター照明とかもつくんで、うん、ちょっと最後にはこうちょっと演じて、照明を当てて、ね、はい、こう演じてやってもらうっていうところまで、はい、うんうん、ちょっと子供たちはもうすでに1回やったことあるんですけど、うんうんうん、ここで、で大人、今回は小学生高学年から大人までっていう、35歳までの方です、女性ばっかりなんですけど、はい、だからその方たちでこう見合った作品を私がチョイスして、うん、ここでやるっていう感じになります、はいはい、まあ、多分1回ねやると、ああ こんな感じかミュージカルみたいな、ぜひね分かってもらえると思いますので、うん、まあね、気楽にミュージカルに興味があってちょっとやってみたいなって思う方は、うんうん、はい、ぜひぜひご応募いただければなと思います、思います。
はい、それでは、またぜひ、チャンネル登録していただいて、ミュージカルのことをいっぱい、一緒に学びましょう。あとはトレーニング方法もこちらの方でも発信していきます。はい、はい、それではまたミュージカルカフェにお越しください。